M1 戦闘車とは、アメリカ陸軍の軽戦車である。改良型に M2 戦闘車がある。1940年に分類名称の変更により、M1A1、M1A2 軽戦車となる。M1 戦闘車は、アメリカ陸軍の早急な機械化を望んだ、ダグラス・マッカーサーの要求により、アメリカ陸軍の機閉海用戦車として、 イリノイ州のロックアイランド造兵賞にて1933年に開発が開始され、1934年に最初の試作車である T5 戦闘車が、1936年に直接の原型となる T5E2 戦闘車が完成した。T5 戦闘車は、不評価用戦車として1933年に開発された t 2軽戦車と同じく、 1> t 1 e 4軽戦車を母体とする発展型である。これは財政的に不評価と規定化で全く異なる車両を新規に開発することができなかったためである。T2 及び T5 は以下のような開発経緯をたどった。T1E4、T1E6、T2 の各軽戦車はイギリスのビッカース・ロットン戦車の設計の影響を受けていた。t 2戦車までは リーフスプリングサスペンション方式であったが、T5 戦闘車は VVSS 方式を採用し、T2 軽戦車との比較の結果、VVSS 方式の方が優れていると判断されたため、T2 軽戦車の改良型の T2E1 軽戦車にも、VVSS 方式が採用されることになった。T5 戦闘車の履帯は、T2 軽戦車と同じクラバーブロック式のものを装着していた。 M1 戦闘車は主任務とされた追跡や追撃、偵察のために武装や走行よりも軽量さと速度が重視された設計となっている。アメリカの戦闘車における速度重視の設計はクリスティー式快速戦車の影響を受けたものであった。各方とも車体前方右側に副武装として M1919A47.62mm 機銃を備える。 車体前面左側に操縦手、車体前面右側に副操縦手兼機重手が位置する。車体と砲塔の装甲は溶接技術が未熟であったためにリベット止めであった。砲塔は人力旋回方式であった。エンジンは練習機に使われていたコンチネンタル車製 R-670 から 3-3C。1939年に開催されたニューヨーク。 万国博覧会の会場に展示された M1、戦闘車。画面右側の最前列に並んでいるのは南北戦争に従軍した退役軍人たちである。M1 は1937年から軍に導入され、1943年まで使用された。1920年の国家防衛法により、戦車は不評化の管轄とされたので、騎兵化用に、 戦闘車という分類が設けられたが、実質的には戦車である。1940年6月に気候課が創設され、7月10日に気候師団が創設され、陸軍の戦車は、この組織が一元的に運用することになり、不評化用、戦車と騎兵化用、戦闘車の区分がなくなり、8月22日に、軽戦車に分類変更された。分類変更時に、 M1 戦闘車と M1A1 戦闘車は M1A1 軽戦車に、M2 戦闘車は M1A2 軽戦車に解消された。正式番号が M1 軽戦車ではなく、M1A1 軽戦車から始まっているのは、これ以前に T1E1 軽、e、戦車を正式化した M1 軽戦車が存在したからである。T7 戦闘車。ありがとうございます。